が釣れました。すごい小さい魚。なんていう魚？これは何？ハゼの子供じゃないですか。すごい小さい。ハゼの子供。ああ、すごいすごい。これは、まだこれだけちっちゃいんですね。逃がしてあげないと。ハゼが取れました。めちゃくちゃちっちゃいです。もうちょっとね、大きくなってからね、来てくださいね。なら。まだ小さいですね。よいしょ。はい、それではですね、先ほどですね、カニを釣りましたので、捕まえましたので、これですね、これで、ガン玉をつけます。ガン玉をつけて、カニをですね、どの子にしようかな、ちょっと水を濡らして。ここ君に決めた。よっしゃ。この子をですね、卵をたくさん持ってますね。腹のところを針で刺します。ごめんね。はい、こんな感じですね。しました。で、このカニをつけてですね、一応投げてみたいと思います。よいしょ。で、あとはちょっと待つだけになります。カニはですね、岩ガニなんで、石の裏とかをこうひっくり返してですね、見てみると釣れたりなんかするんですけども、もう僕の場合は釣れるというのは捕まえたりできるんですけど、僕の場合は面倒くさいので、磯目ですね。磯目をすごい細かく切ってですね、切って、で、普通の延べ竿でですね、捕まえてます。ちょうどですね、浅瀬のところですね、そこにちょっと餌を投入してあげると、
こういうふうにですね、カニがくっついてきます。まあ、こうダブルですね。ダブルでカニがくっついてきました。こんな感じでですね、カニを現地調達して、で昼間はカニでクロダイ狙いで、キビレ狙いで釣りをしています。こんな感じですね、カニがくっついてきます、ね、この方がねちょっと効率がいいですね。私はカニを捕まえるときはこういう形で釣っています。はい、いかがだったでしょうか。はい、こんな感じでですね、カニがねたくさん釣れました。はい、何か釣れてます。なんだろう、ちょっと重いな。何この重いです。まだ見えません。なんだろう、お結構引きます。なんだろう、うん、走る。なんだろう、あ、ギマだ。ギマです。走る。よいしょ。はい、ギマです。何か釣れてますかね。あ、何か釣れてる。同じポイントで当たりが来ましたんで、ひょっとしたらまたギマかもしれません。この引きはギマっぽい。結構引きますよ。あ、ギマですね。よし、ギマです。ちょっと棚を変えてみますかね。ギマしか当たらないので、棚を変えてみようかと思います。ギマです。釣れました。なんか釣れてます。なんだろう、あ、またギマ。棚をですねちょっと変えてみたんですけど、1メーターぐらいですね、短くしてみました。これでもですね、やっぱりギバが釣れてしまいます。かなり群れてますかね。ギバです。レンチャンです。Yeah.